何匂い嗅いで。おかしいの、誰かにつけられてるの。え？え、後ろ！待て、待て。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。さて、このホールの探索やけど、これ体験版と似たような展開になってきてないかって思うんやけど、体験版の時にあったこのパネルあるかな。こいつ、お前、なんかないか。こちらの部屋は現場保存のためマッピング中です。あ、そう。スキャン完了までお待ちください。うん、わかった。お疲れさん。あ、どうした。応接室はまだスキャンが終わってないみたいなの。ここが応接室。応接室って確か体験版の時見たな。あのチェストのところやな、だったと思うんやけど。こっちは、あ、寝室か。こちらの部屋は、まだかー多分このスキャンが終わったら体験版でも何点か入るんかな。あ、まっすぐこっち先調べとくべきなんだろうか。ラボ、ラボなんか入れたっけ。ラボってどこだったっけ。どんな感じだったっけ。っていうのはさっきのところか。いやな、え、じゃあここも一応まだ調べれるってことか。なんかいろいろあるんちゃうんだったら調べんでいいなりに。え、これリリリ、これ何。あ、これドローンのプロトタイプ。ああ、あれがだんだんいろいろ形変化していってあれになった感じね。なんか中に蚊取り線香を入れてたけそうな感じの見た目してるな、なんか。そうなんじゃ。これは？あ、なんか情報ある。何この、見つけた。あれ、入れ物か、紙の。こんな感じか。なんだこれ、こんなものに中何が入ったのこれ。何？真っ暗ですが。あ、え、え、誰誰誰誰、そもそもこれは誰、博士か、これも。9年ぶりだな。あれ、博士ちゃうで、これ誰、これ知らんやつ来た。おい、知らんやつ来た。されたのはあと7日か。7日、時間がない、早くアルバートと話をつけなくては。知り合いやねんな、博士と。知り合いなんはわかるけど、まだ知らん男でできたぞ。これは中何履いてんな、覗いちゃえ。ねえ、これ、え、あ、お茶か、お茶会しに来た。すごいダンディーなおっさんにして意外とお茶会という趣味がある。あ、そうですか。お茶会しに来ただけですか。これ何、これはキーパーゼータ。ああ、リリーのことね。キーパーゼータ、別名リリー。7番目のロボットなんじゃ。へぇ、え、変なの。あ、これ待機場の時に見たやつで、おい、こんなとこあったんじゃ、これ。ある場所が体験場の時とやっぱ変わっとんか。へぇ、あとこの辺も調べれるかな。なんだろう、三日月型の形の鍵穴がある、なんか小箱、博士の持ち物、鍵がかかってる。これもなんか意味ありげ。それとこれ、お、調べれんのかな。調べれないっぽいね。なんか意味ありげなもんがまだあるね。これは花。なるほど。ああ、この植物から散った花ね。これもなんか意味ありげな感じではあるが、床に散っとるしね。拡張無ネットワークによる演算シミュレ警告、約168時間後にアストラムクロスは居住不可能となり、これまさに地球上の居住可能地域はゼロとなります。え、
これさっき言った7日間がどうのこうの言うたやつじゃん。それってつまりアスラムクローズが7日後移住不可能になる。趣味の悪いシミュレーターだ。それに壊れてる。どういうこと？もう何かわからんけど、とりあえず調べてもなんかこれ以上出てきそうじゃない感があるけど、さよならかな。でもさ、とりあえずここあってね、ここにはまるピースがさ見つかったけんよかったよ。これはこうじゃ。なんだろう。あははは、はめて、はめながら言うな。お前、はめながら言うな、お前。あれ？こんなのぬいぐるみ。初見のぬいぐるみできた。ちょっと待って。なにこれ？おい、リリーに似たような、リリーより可愛いかもしれないぬいぐるみだったぞ、お前。ぬいぐるみのフィフィ君なのよ。フィフィ、リリーとフィフィなん。リリーとフィフィでーす、みたいな感じで、まんじ、まんずやるのか、お前ら。これのことを知ってるの？当たり前なの。ハルも知ってるはずなのに。ああ、記憶失っとうけん、これに関しての記憶も覚えてないって感じなんやな。あ、待って。こうして、こうして、こうか。これね、ちょっとハルの小さい頃見えるんじゃん。何かしら。どうや。あ、博士。ノエル。どうこれ。そんな狭い場所で何をしているんだ。これノエルか俺。今。僕かくれんぼしてる。春が鬼なんだよ。ああ。私の家でかね。なるほど、ここの家で遊びよんじゃ。使ってしまうよ。あの子から何かを隠すのは無理だ。あの子は知りたいと思えば過去をたどることができてしまうの。この子にはすでに能力持っとったんじゃそれ。春だけ青のお薬を打つ日だったんだよ。能力がちょっと抑制される薬か。またか。抑制剤の量を減らすよう指示してみたのに。あ、見つかった。え、どこどこどこ。博士、そこに立って僕のこと。誰かが見つかったみたいなこと言うんだ、春が。隠れた。いいかね。何があっても音を立ててはいけないよ。はーい。え、そのまま一生出てこれませんでしたみたいな展開じゃないだろうな。春、マイヤ、今日はどうしたね。博士、今日は家にいる日なの？ねえ、博士。あれマイヤってあれ？マイヤってあれじゃなかったっけ？恩師の人じゃなかったっけ？ちゃうんじゃ、マイヤって。あれ？ごっちゃになってる。恩師の人の名前って何だったっけ？博士、ノエルを見なかった？ここにいると思ったんだけど。言わないでよ、博士。ノエル？いや、ここには来なかったよ。ああ、わざわざ嘘ついてくれてる。ねえ、博士。僕たち、お昼まだなんだ。ははははは。ハル、ちょっとここにおるって察したかのごとく、待ち伏せ作戦を繰り出そうとしている。しかし、ノエルは探さなくていいのかね。さっきそこでマーサさんがサンドイッチをくれたんだ。ああ。早めに食べなさいってさ。わあ、見てよ、ノエルの好きな。ははははは、煽り出そうとしてる。聞こえてるってことはなんとなく分かった感じ。出てきた。おいで、みんなで食事にしよう。はーい。微笑ましい光景やな、でもこれ。なんかこんな過去があったんじゃ。ノエルのものか。日からずっとここに持って帰ってあげよう。あ、でも持っていくんじゃ。何か見れたなの？過去がね、微笑ましい過去がね。博士と僕らは
子供の頃よく一緒にいたって言ってたね。ラノ、思い出せたなの？博士はずっとマイヤたちを守ってくれてたのよ。ああ。さっきの記憶の中の博士とあの実験の夜の博士が繋がらない。そうじゃな、どっちが博士の本当の顔なんだ。そうなってしまうんか。過去の姿を見たけん、おいらお前らが仲良くしとんかなと思っとんやけどさ、やっぱ事件の日何があるんだな。博士は変わってしまったのか。あんなに優しかったのに、どうして。ここを調べれば何か分かるでしょう。博士は、お、ああ、亜種船、お前大丈夫か。何やいよった、お前。張り切ってそっちに一度行ったんだけど、おう、現場から逃げたやつを追いかけてたらこんな時間だ。ああ、追いかけてくれよったんじゃ。見つから、ちょっと掴めれんかったってことかな。本当なの？そうだな。お前さりげなく美人さん見つけてナンパしてたりしてんだろうな。お前またサボってるんだと思ったの？常習判明。リリー、無事にお目覚めか。また生意気になっちゃって。もうなの、今どこで何してるの？やべえ、この腕ぐるぐるしてます。めっちゃ可愛いやけど、これ。おいおい、言ったろ、可愛い子を見つけて追跡調査中なんだよ。可愛い子っていうことは怪しい子って言いましょうよ。それはつまりあの人よな。ナンパなの？また来たー。腕ぐるぐるリリー。腕ぐるぐるリリー、かわいすぎる。ずっと見てられる。お前待て待て、違うから。パソコンの背景画面さ、このぐるぐる手をぐるぐるするリリーの背景で用意してほしいんやけど、マイディアリストさんに。お仕事中に女の子追いかけ回すなんて、この不届き者。そうよ、女の子のお尻追いかけ回して。違うって、これも立派な仕事だっつーの。ほんまにか。怪しいとか、怪しいとか、カッコつけてさ、追いかけたい女追いかけてるだけじゃないのよ。ああ、お前今俺を冷めた目で見ただろう。日頃の行いってやつだよ。どうせ冷たい目で見られるなら、女の子の方がいいんだけどな。ああ、そっち系の人ね。結局その人は捕まえられたの？いや、逃げられちまった。どうも都市内に詳しいみたいだな。どういう立場の人なんだろうな。そっちはどうなんだ？俺はこの館は探索しようけどな。気になったことはいくつかあるけど、全然先から触れてないやけどさ、向こう側あれさ、タッチパネルみたいなのをぶち壊されとんよ。あれに関して全く触れんのよな。夢間に触れてないよな。直接会って話そうぜ。俺もお前に相談があったんだ。何ですか。俺女の人をずくどくセンスなんか持ってないですよ。すぐ来いよ、時計塔の前で待ってるからな。はーい、アシュ船と二人話すことになりましたね。もうなの、アシュも観察官になってから少し大人になったと思ったのに。あ、その言い分からしたらアシュの子供の頃を知っとるってことかな。落ち着きがないのは昔のままなの。そうなのか。やっぱりそうなんだ。覚えてなくてもわかるでしょ、ハルより5歳も年上なのに。24歳か。子供の頃から困ったことがあるとすぐハルに頼るなの。年下にかい。アッシュがハルを悪の道に誘って二人で怪我して帰ってきて。やばい、ナンパ兄弟みたいになる。アストラムクローズのナンパ兄弟みたいな感じで有名になっちまうかもね。マイヤはプンプンだし、ノイルは泣いちゃって大騒ぎなの。そんなにか。あー、まだ来た。ぐる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 、腕ぐるぐる。こういうおもちゃが出てくれたらいいのになって。なんでもないよ、ただ誰かが昔のままだって聞くと少し安心するんだ。あー、ラムファード博士のことできるだけ調べてみよう。可愛たくなかったのにな。それが博士の殺人、博士が殺されるってことでさ、ちょっと変わってしまった現実があるんよね、今ここに。そうじゃないでしょう。アルファード博士、アルファード博士だっけ、ラムファード博士。いや
足を待たせたら悪いね。もう行こう。あ、修繕。研究ところここ調べれんのやな、まだ。体験版的なやつをちょっと、想像しとったんやけどな。出てきた。こっちか。アッシュはいないのか。すぐ来いって言ったのに。なんだ？救援任務？救助任務？え？救援の任務？集団メンタル汚染の調査と治癒対象者のメンタリングを命じる。お？新しい任務じゃ。メンタル汚染が起きとる。管理局からの新しい任務だ。博士の事件が広まったせいで拡張の汚染が悪化してるなの。犯罪が起きんかったら起きんはずの世界やけんさ、そこで犯罪が起きたらこうなるような。あれじゃよ、現実世界でもさ、自分の近くの地域で犯罪が起きたらちょっと怖いなってなってしまうんと同じようなもんかな。普段馴染みのない恐怖ってものが近くで起きたわけや。事件に関係する話とか博士の噂も市民から聞けるかもしれない。そうだね。拡張門に入るどうやってするんだっけ。いまいち操作を覚えきれてないよな。これだ。あ、マーサ。あなたはマーサ・シモンズ。友人か。博士の友人のマーサ・シモンズさん。メンタリングをすれば事件の話を聞けるかもしれない。マーサ・シモンズさんって公式サイトの登場人物欄にはなかったような気がするな。割と重要な 面があるんかこれ。あ、これこれこれ。やばい、今ちょっと女性の胸騒いよった感じだった。メンタリングが必要みたいだ。あ、メンタリングシステム。そうじゃ、メンタリングをするのもさ、監察官の仕事やもんな。全然講習で全く教えてもらってないけど。なにこれ、これチュートリアルみたいなもんなんかな。え？わからん。もう失敗できないな。知らんから。どれどれ？あ、押す順番通りにこれ光が導いとったんじゃ。ただ簡単なもんだったんじゃ。こうね。もう一押しだ。よし。教えてはくれんかったけどさ、なんとなく感覚でわかるな、見た感じで。どうすればええんか。こうか。こんな感じの、ちょっと、覚え気味な感じになってる。メンタルの回復、これでええんじゃ。失敗したかと思った。やり方教えてもらってないもん、そりゃ。アーカイブ閲覧権限入手したよ。カイロス導入にあたって、そういうの先見せてもらえんかな。それさ、トリセツじゃない。言ってみれば、カイロスのトリセツみたいなもんだろ、それ。カイロスと取扱う仕事をつく上ではさ、先に読んどけ的な感じで上司に言われるもんだろ、これ。なんでそれ先に読ませてくれんの。お前、非常事態とはいえよ、お前。マサさん。いつも。それで。はあはあ、分かった。ラボに行くとアルバートを死んでいた。この人がアルバートに第一目撃者みたいな感じか。体はまだ温かかったけどピクリと動かなくて怖かった。それでとても動揺してしまって、なのとてもショックだったのに。この時拡張も恐ろが起こってんの。それでうっと何かの悲鳴が聞こえた気がして我に返ったの。声は寝室の方から聞こえてくるみたいだった。それでとても怖かったけれど確認しておかなければなと思って。でも寝室には誰もいなかったの。それで
それどころか戻ったらアルバートの遺体も消えていて、あれは夢じゃなかったのよね。その短い時間で何か誰かが死体を運び出したってこと。今の話は視覚記録の再現を裏付ける情報だ。時々前から寝室の方で何かの声が時々聞こえることがあったの。ここは事件が起こる前からですか。いつも誰もいないはずなのに。怪しいですね、それ。めっちゃくっちゃ異常報をくれてる、これ。あれは何だったのかしら？裏でなんか博士が、誰かと密会しとったんか？怪しい話が出てる。あなたは。誰か分からずに話してたんか、あんたは。え？よかった。ずっと心配していたの？私にこんなことを口にする権利はないけれど。変だな。どうしたんだろう。少し様子が変だったな。事件のことは落ち着いて話せるようになったみたいだけど、まだ何か気にかかっていることがありそうに見える。また会えたら話を聞いてみよう。なんだマーサ・シモンズ誰。待って、気になるって。街の人の様子を見てみよう。おーい、気になる人がおるけどさ、さっき。お。うん、どうした？リリー。何？なんか見渡して。なんだか変なの。ちょっと見てくるのよ。タトゥコード。どうした？どこ行くのお前。元の世界か。どうした？現実世界か。いいからこっちに戻るなの。オッケー。戻った。なになに？なんか雰囲気がちょっと、え？どうかした？なんか BGM ないよけど、どうした？なあ。何？匂い嗅いで。おかしいの。誰かにつけられてるの。え？よかったなの。後ろ！待て。待て。うわあ！ぼんやりしないの。走ってたの。誰かおる？おらんおらんおらん。狙撃されてる。狙撃されてる俺。何？え？嘘だろ？撃たれた？直撃？真っ赤に染まる。うわマジか。博士のところにあったような感じの血がだ。こんなバカだ。そう言われてもここで終わりなのか。ああ、お前はハルサイン間違いないね。どうして僕を殺す。何者なんだ。えどうして博士は君を。何、術語は何だ。博士を何？うわあ！まさかの主役の死亡。うわあ！何や何や、何か始まった何か始まった、また新しいもんが。ディストピア、またディストピア来た。なんでだよ。あ、誰これ。あれを見て。うわあ、わあ、まだでっかいくない。
おお、生きとったんか我。時計の針に刺され、楽園は永遠の眠りにつくの。この都市は。時の終わりが瞳に映り込んでしまうから。時の終わり。どういうこと？何が言いたいんだ、お嬢ちゃんは。これが先言った7日後の移住不可能になります的なやつか。こんなの、え ?7 日後の惨劇を先に見せられるんだよ、これ。誰？スレンダーマンがおる。外国の都市伝説スレンダーマンがおる。待って、俺もそっち行かせて。待てよ、おい待てよ、おい待てよ、おい木村拓哉出てくるぞお前。どういう状況なん？ここは、ここどこやねん？この場所、何を見せられてるねん？なんか懐かしいような気がする。懐かしさを感じてる紐はないけど、あれなんか。なんかちょっと見たことあるものある。あ、それはそうとよ。君は体験場でも見たことあるけど誰だお前は。何それ、何その手に持ってるもんは。怖い夢を見ていたの？いや怖いとかじゃねえわ。てかほんまに夢かよ。本当に夢だった？うわ、やっぱ夢じゃないの？夢だけど夢じゃなかったみたいな感じじゃん。夢だけど夢じゃなかったって目をさすきが言うような感じじゃん。あ、同じ話か。あれ、ノエルのぬいぐるみ、あれ、過去を覗くために見てきたような道具がここにずらっと並んできとるな。どういう世界か。それは時間を渡るための装置だよ。タイムマシン。街を守って、アストラムクローズは滅びかけた世界の運命を左右する得意点。え、く秘められた思惑が渦巻いている。ハル、お願い、あなたの力でアストラムクローズを救って。そんなお話なのこのゲーム。この都市の悪夢はあなたにしか晴らせない。いや俺はさ、殺人犯を探すような事件を解決する系のゲームなのにさ、スカイを救うゲームだったん俺。ワイド規模でかっ、思っとった以上の規模ので1って書いてる。なにこれ、エピソード1って言いたいん俺。このゲームがエピソード1だから。なにこれ、確保時間を選び時を遡ることができます。はあ、えで、これは、あー、これ観察官の道具を受け取った時そこに戻ってくれるん？つまり、時間行き来していろいろ情報を集めていく系のゲームだったんこれ。割ととんでもねえなこのゲーム。時間旅行してるのが。マジか。ああ、またなんかこの曲流れた。え、なにこれ、なんか新しいもの出てきてますけど。薄っぺらい大判焼きみたいな時計出てきてますけど。夢を見ていた気がするけど、あれは本当に夢？時間が巻き戻っとんか。さっき何かを落としたな。これね、懐中時計、蓋は開かないけど、ちゃんと動いているみたいだ。時渡るための道具これ。そしてこれ、アッシュシパードが操作パートナーになって、こんな感じ。マジか。この任務まで全く同じ。なあ。
マジで？こういう系のゲームだったんじゃん。おお、とんでもねえよ。